はい、こんにちは。今日はカンナムにあるミューズブローのミューズブローのキムさんのところに来ました。私生まれて初めてなんです。あ、そうなんですね、はい、よろしくお願いいたします。今から眉毛とリップ眉毛とリップをお願いしたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。眉毛は今日は自然眉毛でやりたいと思うんですけど、自然眉毛何かって言いますと、本当にもう言葉通り自然眉毛なんです、うん、自然な眉毛の形を作るものでして、こういうふうにまず眉毛がない方じゃないですか、ない方からこういうふうに眉毛が生えてるように線を一本一本手彫りで入れていくんですね。キムちゃんだ。私が描いたの。描きました。はっ、これをやるんです、今日やるのは。でこれをやるとまず何がいいのかって言いますと、うん、すっぴんでも眉毛がしっかりあるように見える、眉毛がない部分、空いてる部分を埋めるってことがまず一つできますし、二つ目は形をきれいに、まあ、眉毛って結構もうボサボサに入ってたり、うん、形が変だったりするじゃないですか。それをお好きな形にしてこうやってガイドを入れることによって化粧がすごく楽になるんです。これ2つを目指して今日やっていきたいなと思うんですね、はい、なので自然眉毛ってまあこういうものだと思っていただければ。でやった後は一本一本毛並みで残るんですよ。ちょっと私のまあ自慢って言いますか、うん、一番ここが得意っていうのは本当に一本一本毛並みで残せるのがちょっと私の得意な部分なので、うん、ちょっとこういう風に毛並みで残していきたいなと思うんですね。毛に見えるもん、毛に本当に毛に見えるように入れていこうと思うんですよ。これとかもやって今1ヶ月ぐらい経ったらこんな感じで茶色にもできると。ちょっと茶色にもできるんですけど、基本的に自然眉毛は眉毛の色に合わせた方がいいと思うんです、ね、今ブローマスカラですか、それとも染めてます脱色、あ、したらそれに合わせて入れればいいと思うのでそれでやっていきましょう。まあ、本当にそんなこういう毛並みで今日入れていくんですね。これ入れれば1ヶ月後ぐらいにこういう風に残るように今日頑張って入れるんですが、肌のタイプによってちょっとこう出来上がりが違う場合もあるんですね、うん、ただなるべくこういう風に残るようにはしていくんですけど、落ちたらまたリタッチにぜひ来てください、はい、ほとんど9割以上の方はこのまま残りますし、難しいです。こういう風にちゃんと残せるのが実はすごく難しくて、それを私がやってるんですね、うん、で私がやってるのはこの P ブローズってところの、うん、あの資格を持ってるんですけど、うん、これなんです。P ブローズってところの、あれがヨーロッパの資格なんですけど、ヨーロッパらしいです、うん、ヨーロッパのもので、まあ、そのアーティストっていうのが一番下のランクで、その上がロイヤルアーティストっていうものなんですけど、ロイヤルアーティスト持ってるんですね。アジアにもなんか数人ぐらいしかいない。すごいすごいすごい。日本にもなんか2人いるみたいなんですけど、10倍ぐらいしますよ。なので、まあ、その技術で今日は手術させていただきますんで。私眉毛いつも放置なんですよ、はい、適当で、うん、はい、多分見てすぐ分かったと思うけど、もう本当にそのまま伸ばされてるんですよね。そう、綺麗ですよ、形すごく綺麗な方です。へえ、うん、なんかもう抜くのもめんどくさくて抜いたら入ってこないんで、だからあんまり普段も描くとこないんですよ、うん、日本の方ってよく眉毛抜くんですよ。そう、でも抜いたら毛根がいつか死んじゃうんですね。眉毛ってこう毛根が抜いてしまったら出てくるものがなんか20回ぐらい限定されてるんですよ、毛根の寿命はありまして。だから日本人眉毛ない人ですよ、バン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 抜いちゃうから。抜かないでくださいね。抜いてないの。また本当に抜くんです。だよね、学校でこれ教えた方がいいんじゃないかってぐらい抜くんですよ。そう、前に5、6本ぐらいしかない方とか本当にいらっしゃいます。そう、みんな眉毛ないっていう、うん。ないんですよ。韓国人は抜かないんで、そこまで眉毛がない方があんまり、本当にちょっと病気な方とか以外はあんまりいないんですけど、日本の方は本当にこういう眉毛いらっしゃるんです。ここしかないんですよ、眉毛。いらっしゃいます、こういう方が。ここしかない。ね、全部抜いちゃった。日本人すっぴんで眉毛がないって言うんだけど、私化粧取っても眉毛あるの。それはでもすごく素晴らしいですよ。それで今日は性格なの、本当に面倒くさがりの形を整えて、空いてる部分、空いてる部分にガイドを入れて、もう今後その形がうっすら見えるようにまずしていきたいなと思うので、うん、でなんかその毛先だけが今もう適当だから、はい、こっちから見てとかこうなんか面倒くさいからやってないから、うん、左右対称にしてほしいかもしれない。左右対称にちょっと形がこっちほっそりしてて、ちょっとここは、ね、どういう形がいいかも分かんなくて、抜くのは怖いし切った、うん、切んのも怖くて何もやってないの今、そっちの方が一番いいんです、ね、後であのやり方整理の仕方をお伝えしますので、うん、ちょっと剃った方がいいです。切って少し剃るぐらいがいいので、こうやった時にそうですね、今日はボンボンでももうキムちゃんのところに来るから何もしないでくださいそっちの方が良かったです、はい、何もしないやりたい。なんか眉毛の形っていうのはありますか？実際例えば平行にしたいとか、ちょっとアーチっぽく丸くしたいとか、上げたいとか。丸くはしたくない。丸くはしたくない。平行、今結構平行に伸びてはいらっしゃるんですね。ただ
目がすごく大きいのにアイホール狭いんですよ。なのでちょっとここは感覚あった方がもっと綺麗には見えるんですね。そうだよね、なんかどんどんさ、うん、なんだろう、私さ眉毛が多分大きいからだと思う。そう、眉毛太いよね。眉毛は普通ちょっと太め、ちょっと太めかなって感じなんですけど、目が大きいんですよ。目が大きいんだ、うん、目が大きいです。アイホールがこんなに目が大きいんで、うん、外国人みたいな本当に目されてるんですよ。ここが本当になので、ここが今すごく狭くなってると思うんですね。ただ狭い狭い、ちょっとぐらいはあった方が、黄金比率は目のこの長さあるじゃないですか、うん、上と下のこの高さが上に同じぐらいあった方が黄金比率って言うんです、うん、私はちょっと広い方なんですよ。ここがちょっと広くて、目よりこっちの方が広いじゃないですか。もうちょっと下にあれば、例えば高くもなくて低くもなくてちょうどいい場所にあるっていうのは、目と同じぐらいが上にあればちょうどいいに見えるんですけど、私はここが広くて、リリーさんは狭いんですよ。すごく狭いですよ、うん、もう黄金比率もう任せようって、キムちゃんみたいな人に出会えるのが人生生きててさそんなにないから。キムちゃんのさどうですか、ね、なんか眉毛は例えば平行にしたいようでしたら、平行でお顔に合わせる平行の形私は取っていきますし、うん、ちょっとこう私はアーチ少し入ってるんですよ。ちょっとセミアーチみたいな感じなんですけど、うん、こんな感じがいいようでしたら、これをまたお顔に合わせて入れていきますが、平行がいいかな。でも平行がいい感じはします。なんか片付けもなんかしやすい、整理もしやすいと思いますし、平行でいきますね。平行で綺麗にじゃない、平行でじゃあ綺麗にまずお化粧が楽になるようにしてみますね、うん、眉毛は実際は毛並みだけのものと、そこに色を塗っていくコンボっていうのもあるんですけど、初めてでしたら、まあ、自然眉毛がおすすめかなとも思うんですね。完全にもう化粧したくない、もう何にも触りたくないようでしたら、コンボっていう手もあるんですけど、真っ黒だと浮いちゃうじゃん、ちょっと濃くなるんですよ。なのでそれでしたら、多分今日、うん、見た感じですと全然自然眉毛で綺麗に仕上がると思うんで、初めてですし自然眉毛でやってみて、うんうん、次にもしもっと塗りたいと思ったらまた韓国に来てください、うん。化粧したくないの私、うん、じゃあこっちの方がいいかもしれないです。コンボが、コンボもう普段化粧しないの私だったら、コンボにちょっと少しは濃くなるんですけど、うんうんうん、これにやってみますか。だと化粧しないでいいんでしょ、うん、化粧しなくても、もう何も触りたくないの。そしたらこっちの方がいいかもしれないです。ただ剃らなきゃいけないです。むしろこっちの方が剃らなきゃいけないです。整理はしなきゃいけない。自然眉毛だと、自然眉毛だと整理しなくてもそんなになんかこうなんて言いますか、眉毛と毛が別々には見えないんですね。ただコンボにすると形をもう中に色をしっかり取っちゃうんで、反らないといけないんです。しっかりなんか伸びたのがすぐ見えるんですよ。なので形の外を常にちょっと綺麗に整理はしないと、こんな感じにはなるんですね。どっち悩みますよね、これは。コンボとね、うん、悩むね、めっちゃね。ちょっと整理するようでしたらコンボでもいいと思います。したら化粧をしなくて済むんです。パウダー塗らなくて済むんですよ、これですと。あ、パウダー塗りたくないかも、せっかくするの、うん、したらこれの方がパウダー塗らなくていいです、うん、自然眉毛はパウダーを塗らなきゃいけないので、塗らないとちょっとこうすっぴんの眉毛みたいな感じにはなるんですね。あ、もう何にもしない。じゃあこれにしましょう、うん、コンボにしてみましょう。コンボにして、あとリップは、リップ持ってきたの、うん、私グロス塗ってんの参考になるかなと思って、まず、ちょっとこうダウンタイムがすごいので、これ、うん、ありがとうございます。オレンジ使ってらっしゃいますね。これオレンジ、ちょっとオレンジっぽい感じのピンク、オレンジピンク、薄いのがね好きなの、うん。リップはまずご説明させていただきますと、ここからこんな感じになると思ってください。まず色がない方は赤色を入れると赤で残るわけじゃなくて、こんな感じでトーンアップになるんですよ。唇のくすみが取れて色がトーンアップになって、私も今入れてるんですね。こんな感じで3年ぐらい経ったんですけど、3年経ちました。長持ちするんで結構すごい。ちょっと私はここにオレンジを少し混ぜたんですね。コーラルっぽい感じにしてるんで、多分私と同じ色も似合うと思いますよ。これがコーラルっぽい、ちょっとコーラルっぽい感じです。なので、うん、こういう色で仕上げるとこんな感じのリップの色になると思うんですね。ちょっとこう私みたいな、これを塗った時にめちゃめちゃ綺麗に発色になるんです。塗らなくてよいよ、何も塗ってないです。え、もう3年くらい何も塗ってないんですよ。リップはもう何にもいじらなくても超綺麗だよ、うん、めっちゃ綺麗ですよね。綺麗、3年塗ってる人みたい、うん、結構取れてこれぐらいなんで。そしたら眉毛あってリップあったらもう何もしなくて、私まつげだってこれあれだよな、うん、だっけ、パーマです。パーマ、あ、マジで長いですね。だから普段何も化粧したくないの。いいですよ、したら本当に最高。アートってそういうものなんです。顔がそんなに、こんなにここが色がこういう風になるんで、
ダウンタイム3日間がすごいんですよ。これ以外は待っていただければ、どんどんリップクリーム、柔らかいリップクリームをずっと塗って待っていただければ、バセリンでもいいですよ、普通のリップクリームでも大丈夫です。塗っていただいたらこう綺麗に仕上がるんですね。これは真っ赤なニュートラルカラーっていう真っ赤な色を入れた時にはこうなるんです。これは真っ赤を入れたからってなんか赤になるんじゃなくて、その人の血色によって色がちょっと変わって発色になるんですね。やっぱりあの唇の色がみんな違うじゃないですか。そこにちょっと赤のトーンを足した、赤って結局血の色も赤じゃないですか、なので本当血色が良くなったらこの色って思っていただければいいです、はい、もうちょっと血周りが良くなったら綺麗なピンクに仕上がるようなイメージで赤を入れればこうなるんですね。ここに例えばちょっとオレンジっぽいのを混ぜて、私みたいにコーラルっぽくさせたりとか、あともっとピンクがいいんでしたら、もっとすごい強いピンクを入れたりとかもできるんでしたら、これ塗ってるぐらいのこのぐらい、それぐらいでしたら、私みたいなこんなコーラルにしとくと、これを塗った時発色がすごく綺麗になるんです。綺麗、ちょっとオレンジコーラルっぽい感じに、なんかそれ綺麗だね。こうちょっとくすみのある色なので、これはこの色を入れればくすんで見えるんですよ、ね、ただ私みたいな色にしといてこの色にこれを塗ったら発色がめちゃめちゃ綺麗。塗らなくてもいいんだよね。塗らなくてもいいんですよ。多分これよりそっちの方が綺麗。もう必要ないです何も、ね、多分私今これを、多分今の唇に塗って多分ピンクで、ちょうどよくて、本当にこうなるわけじゃないんで、綺麗に発色が良くなる、これ綺麗です。すごく私、コーラルすごく好きで、出ていますか、これでいきましょうね。リップは麻酔をちょっと長めにかけなきゃいけないので、眉毛 の作業やってる時にはリップの麻酔クリーム塗ってるんですね、その間はちょっとお話はできなくなるんですけど、大丈夫ですか、よろしければ黙っね、お話できないです、口長いといけないんでお話できなくなっちゃうんです、大丈夫ですか、はい、したらまず眉毛のデザインから先にやっていきたいんですけど、あちらのピンクの椅子に座っていただければスタートしますね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。正面見てください。すごい素敵。落としちゃいます。軽く。見てください。私の鼻見ててください。ちょっと全体的にこっち側の方が顔が下がってるんですね。見ます？見ます？こっちの方が高さが今見ますと、ちょっと全体的に目もこっちの方が高い。眉毛もこっちの方がちょっと高いですよね。バランスはこれが合ってるんですけど、ちょっとこっちを高めに描いていきますね。これぐらいはあった方がいいと思うんですけど、どうですか、なんかですね、右と左こう、さ右こうなっちゃうんだろうね。でも今こうやって筋肉上げてみますか、筋肉上げると同じように上がってるんですよ、今私が描いた線が。ってことはこっちの方が高さ合うってことなんで、ちょっと上にあった方が筋肉に眉毛がしっかり乗るんで、もう一回印象こうやって、ほらここが同じぐらいに今ぴったりここ一緒になりますよね、ってことはここが高い、もともとちょっとここが高めの方が合ってるってことなんです。でも多分平行が好きなんだよね、平行でいこうと思うんですね。平行眉毛で、ただここがちょっとだけ、これ平行の線なんです。全然足りないね。ちょっと足りないです。めっちゃ足りなくない私こっち、ね、こんなに足りなかったんだ。ちょっと足りないです。どんな仕事してたの？私日本で長かったの、12年もいて、日本の会社勤めてたんですね。日本の会社を長く勤めてて、その会社の支社をこっちでなんか作るときに支社長でこっちでやってたんですけど、まあ辞めて、コロナの時にちょっと撤退になったんで会社が、で辞めてこっちに仕事を変えました。これで私はもう化粧しなくてよくなる。もちろんです。カラコンつけてますからねって OK みたいな、カラコンはつけてください。カラコンは眉毛とは関係ない。でもあれなんだよね、多分ね、私ある程度太さないと、屋外の写真の時に飛ぶとも見えなくなっちゃうの、眉毛。それもそうですし、普段今まで結構太かったんですから、眉毛いきなり細くなると結構えってなりますよ。ギャルだよね。細ってでも全然体重に見えません。見える、クレアパトラみたいな。あとは下の部分剃ったりするのはちょっと寝てからやった方が安全なので、ちょっと寝てから剃ります、はい、横になる。何食べたんですかって言ったら、カンジャンゲの食べたって。あんだけで禁止ですよ。
トッポギはいいの？トッポギ、熱いもの辛いものも控えてくださいってお伝えしてます。痛いんです、熱いもの辛いものは食べるときなので、ちょっと控えた方がいいと。焼肉は全然問題ないです。焼肉は今日焼肉行くんだ。あ、もう決まってますお店。あ、でもガイドさん、そうそうそう、いいですね、ガイドさんいるの。今麻酔中です。はい、今から掘ってきて、掘ってくっていうのアートフープ、うん、あと入れていく、あと入れていきたいと思います。楽しみにしててください、うんうん、のがこうポコッと見えるんですね。そういうものなんです。上が落ちていくんで、1列一番上のラインが落ちるんですよ、うん、なので同じになっていくんで、ちょっと待っていただければ。え、分かんないと思う。めっちゃ綺麗です。毛ができてるの、感動する。これめっちゃ綺麗。これもう描かなくていいんだよね。もう描かなくていいです。これコンボ、コンボです。取るだけ軽く取っていただければ、もう何もしなくていいです。だってここもファンで落ちてるってこと。ごめんなさいね、落としてもらってもさ、はい、なんなら全部化粧落として帰った方がいいのかなと思って。私オイルの入ってるやつしか持ってきてないの。じゃあ落としてます。なんかもう全部さ、こう落としてもらって全然なんか綺麗ですから。なんか落としてもらってる。じゃあ多分、はい、眉毛終わって今からリップをやります。超綺麗で、はい、お願いします、うん、今ねファンで落としてもらって、唇も終わって眉毛も終わって、てかすごくない？これノーファンで、え、いやこれね、もっと早く出会ってたら人生変わってたよ。麻酔効いてるから喋りにくいんだけど、いやこれ唇、次ヒアルロン酸ですね。キムちゃんありがとう、すごいんだけど本当に。お人形さんみたいです本当。はい、今ねやってもらって全部お任せで。わわ私は韓国に来るなら絶対おすすめします。はい、概要欄に貼っとくんで皆さん来てください。場所は秘密だけどね、カンナもね、ぜひ来てください。じゃあね、チャンネル登録よろしくね。バイバイ。